はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のテーマは失敗しないゾーンオフェンスということで、えー、ゾーンの攻撃の仕方をね、えー、説明したいと思います。 えー、私はですねいくつか電子書籍を書いているんですが、まあ、今日の、ね、タイトルと同じ失敗しないゾーンオフェンスという本を出しまして、えー、これがね、えー、かなり多くの方に読んでいただいています、えー、本当にありがとうございます、えー、で今日はですね、まあ、これを動画版というか、えー、と実際にあんまり今まで出さないんですけども私が教えている高校のチームのですねプレイ動画を使いながら、まあ、分かりやすくゾーン攻撃のポイントをお伝えできたらなという,ふうに思っています。 はい、えー、ポイント4つ紹介しますね、えー、1つ目はですね、えー、センターが三角形に動きましょうということですねで、2つ目はショートコーナー、ここにボールを集めましょうという話。話、3つ目がです、ねえー、ディフェンスの一番下にいる人をいかにこう上に引っ張り出すか、ここがゾーン攻撃のポイントですよということと、最後はですねゾーンというのは、えー、動いた後ろがノーマークになるというところになりますす、えー、この4つををポイントにですねお話をしていきます。 はいえー、具体的には、ね、2-3ゾーンに対するオフェンスのやり方を紹介していきたいと思います。えー、これは、ね、2-3ゾーンを実際にやってくるチームが、まあ、割と多いというのもありますけど、まあ、一番、えー、本題としては、ね、2-3ゾーンのオフェンス方法が理解できれば他の、ね、形のゾーンも大体同じように攻めることができるというふうに私が思っているからなんですね。うんえー、例えば3-2とか1-3-1、えー、とか 1> 2 1 2とかいろいろありますけどもこの2リ3ゾーンの攻め方これを、ね、理解すれば応用がまあ十分効くんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、この2リ3ゾーンを極めるものはゾーン攻撃を制するというふうに思ってますのでこの2リ3への攻め方っていうのをまあ題材にしたいと思います。 まず最初の配置なんですけども、これ、コツというか、ですね合言葉としては、ディフェンスの間を攻めろということがコツになるんですね。間っていうのは何かっていうと、まあ、これ、ディフェンスが赤で示されていますけど、例えば、このボール持ってる1番の選手は、ここの2と1の間にいますよね。それから、この2番の選手は3と2の間、3は4と5の間だし、このハイポストは1と2の間、そして、 5と3のこの間に4がいるというような感じで、まあ、間間にポジションを取っていくというところがすごく大事なところになると思います。なのでまず最初にゾーンの形を見てその間にポジションを取っていくというふうにするんですね。うん、まあなんでこういうことをするかっていうと例えばですね、えー、と簡単に言うとじゃあ、ここのハイポストにボールが入ったとするじゃないですか、5番にね。 そしたら誰がディフェンスしますかっていうと間にいるもんですから1と2両方寄ってくるかそれともお見合いになって誰も寄ってこないかのどっちかなんですよだから間にいると1人で2人を引きつけることができるというのが一番のポイントになるのでディフェンスの間にポジションを取りましょうというのがまず出発点になりますね。はい。 それでですね、えー、最初から攻めないで最初っていうのは、まあ、マンツーもそうですけどディフェンスがこうガチッとこう固まってるんで最初はこうパスをパンパンとこう回すといいと思います、えー、まあ1番が2番にパスをしてすぐ返すそしたら逆サイドに振る、まあ、こんなね、えー、パスをね、えー、一見こうシュートに関係ない無駄なようなパス私はこれ遊びのパスって呼んでますけど遊びのパスを3回ぐらいやってから、えー、動き出すといいという,ふうに思ってますちょっとね実際の映像を見てみましょう まあ、ゾーン攻撃始まったらね、えー、急に攻めないで、えー、ガードとフォワード、それからハイポストあたりで、ですねこんな感じで、まあ、無駄にパスを回すんですよ。そうするとディフェンス、ちょっとずつ膨らんできますから、はいえー、だんだんインサイドの方にボールが入りやすくなるというイメージで、いきなり攻めないというところ、ここは、ねえー、大事になるかなと思ってます。なので、最初3回ぐらいは遊びのパスを回してください。そうしたら、今度はセンターが三角形に動くと。 遊びのパス3回やったら4回目のパスで、えー、ガタスのと同時にセンターが三角形に動くという感じですね、えー、この図のようにハイポストの5番が下へそしてローポストの4番が上へ上がってくるというような感じで、えー、もう一回今と全く同じ動画を見てみましょう今度はセンターの動き注目してください、えー、ガードがですねハイポスト1回入れて返して45度にこう遊びのパスをしたらですねセンター トップの13番の方動きますね。下へ動く、上へ動くと。この動きを1回やるとですね、えー、ディフェンスが膨らみやすくなるんですね、うん。なので、センターが三角形に動くということを、えー、こういうふうに遊びのパスをしながらセンターが三角形に動くところからゾーン攻撃がスタートというふうに考えてください。でですね、これ、えー、とゾーン攻撃をしたときにこう上に上がるじゃないですか。上がったときに、 このちょうど4番のところがですね、ハイポストでボールを、ここね、3番がボール持ってて4が上がった時に、ここにボールが入ればもちろんいいんですけども、この2番がディフェンスをしててですね、入らない時ありますよね。そうなると、これどうなるかっていうと、スクリーンプレイのような形になっています。うん、要はこういうことですね。こんな感じになってます。えー、4番の ハイポストの選手がスクリーンのようにして、えー、こういうスキップパスが飛ばせるという状況になってますねこういう風にスキップパス一つだけのパスの時はこれはですね下が5番が動くんですねわかりますでしょうか、えー、スキップパス1個のパスに対しては下だけ動くという風にします1パス1回だけパスがポーンと飛んだら下の人だけ動くとで逆にさっきのようにですねこういう風に 2から1へ、1から3へっていう、1、2の2回のパスに対しては、センターが1、2で動くというふうに言います。これ、ちょっと言葉で伝わってますでしょうかね。えー、1、2のパスは下がる、上がるをやって、えー、スキップの1のパスだけは下だけ動くというふうにして、センターは三角形に動くといいと思います。はい。えー、こんな感じですね。それで、ボールがですね、えー、こういうふうにして、スキップパスから、 ショートコーナーに降りたら、ですねこれ一番いいパターンなんですね。ショートコーナーにボールを入れると。ここのところにボールを入れるとどうなるかというと、まず一番いいのは、ですねこのショートコーナーにボールを入れた後に、ハイポストがカッティングをして、そこにパスが行くと。で、レイアップになるという、こういう一番いいバスケットになります。こんな感じですね。えー、遊びのパスを回しながら、ショートコーナー入れて、縦のカッティング。 これがね、えー、できればもうゾーン攻撃としては最高の形ですね。ショートコーナーに45度からボールを入れました。カッティングをしてレイアップ。これ1番ですね。もう1回見てみましょう。はい。えっ、ー、と、逆サイド、この一番画面手前にいる6番の子もですね、ちゃんとリバウンドに入っているところも注目してください。 こんな感じですね。うん、いいプレーですね、えーと。ショートコーナーに入れるとこういう,うにあにゾーンが崩れるのでもうこの縦のカッティングこれをまずどんどん入れていくということになります。で私がよく教えているのはショートコーナーにボールが入ったらもう2点のうち1点取ったようなもんだよというように教えています。えー、シュートは入れたら2点ですけどもショートコーナーにボールが入ったらもう1点取ったと思ってくださいというような教え方は、うん、あの選手にとっては納得かなと思うので、えー、どんどん突、ね、きがあればショートコーナーに。 パス入れようっていう風になりますので、えー、こんな言葉を私は使っています。でね、ショートコーナーにボールを入れるためには、やっぱりこの一番下にいるディフェンス、ま、う、る、ん、で囲いましたけど、3番のディフェンスをいかにクローズアウトさせるかなんですよ。ここを考えながら、ですねパスを回したり、センターが動いたりしてください。いかに下のですねディフェンス1人を上に引っ張り出すか、これがポイントです。ここうういとうとをすると ショートコーナーにボールが入るということになります、えー。繰り返しになりますけど、例えばセンターが三角形に動きました、ねで。ハイポストの4番が2番にスクリーンがかかっている状態で、これをスキップパスを飛ばします。そうすると、これ、誰がクローズアウトするかっていうと、3番しかないんですよね。ってなると、ここでクローズアウトが発生したら、ショートコーナーに入れられるっていう、こういうことですよね。例えばこんなプレーを、えー、心がけて、 とにかく下の人を上に引きずり出すというところがゾーン攻撃のポイントになるかと思います。うん。で、カッティングをしてボールが入れば一番いいんですが、まあディフェンスもそうはね、させてくれないことが多いので、当然ディフェンスが一緒にね、えついてくるときあります。このときノーマークになるのは後ろです。 4番にボールが入らないんだったら後ろがノーマークということでえこんな形のですね、動いた後ろがノーマークゾーンは動いた後ろがノーマークっていうところをまあ見ていただければと思いますえセンターがですね、ショートコーナー入れてカッティングしたら後ろがノーマークとで、3ポイントを入れるまあこんな感じですねショートコーナーにボールが入ってカッティングこの13番の子にみんなが一瞬寄るわけですね でスキップパスを飛ばしてシュートを入れると。うんまあ、だから13番はもらう気がないんですね、ある意味。だけど、後ろがノーマークになることを知ってるからちゃんと動くという、まあ、こんな感じで,です、ね、ゾーンは動いた後ろが、後ろがノーマークということも覚えておいてください。まあ、この辺がです、ねえー、動きの基本になります。はいまあ、こんなところが動きの基本ですね。ちょっともう一回まとめてみたいと思うんですけれども。 まずはセンターがね遊びのパスと一緒に三角形にこう動いていくとワ、ね、ン、ツーのパスに対しては下がる、上がるっていう風にやるしスキップパスに対しては下だけ動くとかっていう風にルールを決めてとにかくセンターが三角形に動くことをやるということですよねそれからショートコーナーにボールを入れればもう勝ちが近づいてくるよということで,でそのためには下のディフェンダーを上に引っ張り出すということですねでカッティングに対してはレイアップに行ければ一番いいですがそうじゃなくても後ろが後ろがノーマークになるよということですね はい、まあ、この辺が動きの基本になるのでこれだけでもね、だいぶゾーン攻撃分かっていただけたんじゃないかなと思うんですが、まあ、加えてね、ドリブルの使い方を最後にご紹介したいと思います、まあ、ドリブルはですね、このギャップ、間ですねディフェンスの間をこう割っていくために使うということでこんな風に使うといいと思います <laughs> パスをしているときにです、ね、どうしてもディフェンス揺さぶられて間が広くなりますからそんなときにですね、えー こうドライブしてって割ってってさばくと、まあ、こういうバスケットですよね、まあ、今までの動き全部含まれてるのも注目してください遊びのパスセンターが三角形にこう動いていくね、えー、引っ張り出してショートコーナー入れましたカッティング後ろが空いたでさらに割ると、まあ、これ完璧なパターンですね はいいいプレーですね、はいあのー。ちょっと昔のね、えー、何年ぐらい前かな、もう5年ぐらい前になりますかね、の子たちの試合なんですけれども、まあ、実際のゲームでこういうのが、ねえー、出てくると、まあ、非常に、ね、あの嬉しいなというか、あの練習してよかったなって指導者としては思う、そんな場面ですよね。えー、ちょっと状況違うんですが、これも同じような感じですね。えー、と映像の角度としては、これのが見やすいかもしれないですね。間に立って、遊びのパス、三角形に動く。 ね、でパンチングして間を割ると、これはいいプレーですよね、まあ、こんなふうにです、ね、どんどんドリブルも有効に使っていければという風に思います、はい、遊びのパスをして、ね、ガードがちゃんとコントロールしてですね遊びのパスをしながらセンターが三角形に動く、ちょっとこれ重なっちゃいましたけど、ね、ギャップを割ってアシストと。 まあこんな感じですね。はいまあ、パスが回すとですねギャップがどんどん広がっていくんで、えー、こんな風にドリブルも効果的に使っていってください。それからシュートをするときはです、ね、今、ドリブルからの、まあ、アシストをまあ見せたんですがシュートをするときはです、ね、ミドルのツ、えー2ポイントですねミドルシュートこういうのもゾーン攻撃のときは積極的に打っていった方がいいよということですね。まあ、パスをこうさばいていくと当然こう割れる瞬,あの瞬間来るんで まあ、奥まで行き過ぎないでミドルのジャンプシュートを打つ、うんまあ、最近ねスリーポイントじゃなくてミドルのツーっていうのはあんま打たない方がいいよっていうことを言われる方はいますけども、まあ、やっぱりノーマークだったら打っていくそして特にゾーン攻撃だったらここは空きやすいというところも押さえておいてください、うん、いいプレーですねはい まあこんな感じでですね、ゾーンをされるとすごくあの点数が止まっちゃうっていうチームを、まあチームというか試合をですね、よく見かけますし、私自身もそういう経験たくさんあります。ただ、ゾーンっていうのはやっぱりやる側からすると、本当はマンツーマンがいいんだけど、どっかこう守れないところがあるとかね、どっかファールが重んじゃうとか、なんかこう偏りがあるので、それを補うために、 まあ、ある意味、ごまかすみたいな形でゾーンをするチームも多いと思うんですね。だから、本質的にやっぱり弱点があるっていうのがゾーンだと思うので、その弱点をしっかりね、えついていけば、本当はマンツマンよりも攻めやすいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、私はね、今までの指導経験の中で、実際に子供たちを教えている中で、今お話ししたようなところがポイントになるんじゃないかなということで、えー、今回は動画でまとめさせていただいたということです。えー、今回のテーマは、失敗しないゾーンオフェンスということで、 お話し,しました。何らかあなたのお役に立てれば嬉しく思います。はい、えー、最後まで今日もありがとうございました、えー。このチャンネルはですね、バスケットボールの悩み解決になるようなお話をさせていただいてます。えー、もし何らかあなたのお役に立てたのであれば、えー、ぜひですね、えー、グッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。えー、そしてチャンネル登録をして、えー、このバスケの大学に入学をしてください。 え現在、ですね下の動画の説明欄に貼ってありますが、えー、無料のメルマガ講座をやっています。えー、指導者の方向けにですね、えー、無料のメルマガ講座やっていまして、えー、現在登録していただくと、えー、無料のですね、あのー、特典教材もプレゼントしてますので、えー、ぜひ覗いてみてください。はい、えー、最後までご視聴ありがとうございましたた学ででしたそれではまた。